回のクリス柄は妖怪たちが百鬼夜行の歌舞伎をしている様子を浮世絵風に描きました。百鬼はいないんですけれども、九尾の狐、カラス天狗、ガシャドクロ、キリン、オボロ車、化け猫、傘ですね。あと提灯の中に AP のマークが入ってて、とても可愛らしくなってます。この柄の上の方の小さい飛び柄なんですけど、これは日本のおめでたいモチーフをいろいろ散らしています。松、竹、梅などとても縁起のいいモチーフになってます。今回パイレーツではほとんど初めての和柄に挑戦しているんですけれども、あえてこの和風のデザインにしていなくて、普段でもさらっと着れるようにデザインしました。胸の合わせとシャーリングがとても可愛いですね。身型は後ろはベビードールタイプになってます。でこちらのリボンのパステルなどがポイントです。スカートは脇は気遣いになっていて、このパステルがポイントです。なのでスカートのボリューム加減で、あんまり膨らませたくないときは自然に布が垂れている状態で、いっぱい膨らまして強調して着るのも可愛いです。リボンが黒と赤リバーシブルになっているので、お好きな方で結ぶことができます。黒にしてもいいですし、赤にしてもいいですね。お好みで結んでみてください。百鬼夜行柄に合わせて作ったブラウスです。ボタンが月の形をしています。三日月なんですが、お月様の満ち欠けでいろんな着け方をすると思うんですね。なのでこういろんな方向を向いててもいいのかなと思ってつけました。天狗をイメージして作ったベストです。このポンポンが天狗さんのポンポンをイメージしています。でこちらきっちりと結んでも可愛いんですが、ちょっとさらっと羽織って緩めに結んでも素敵だと思います。これちょうどお着物の羽織のようなイメージで着てもらえたら嬉しいです。こちらリボンクリップですね。左右どちらからでもつけることができます。回転ピンもついているのでお洋服につけることも可能です。こちらお着物の帯をイメージしたリボンになっています。頭につけたりお洋服につけることができます。なかなか繊細なんですけれども、とても大きさがあって迫力のある彼岸花です。ぜひコーディネートのポイントにつけてみてください。